こんにちは、デリスキッチンです。丸ごとバナナを作っていきます。まず常温の卵とグラニュー糖をボウルに入れてしっかりと混ぜていきましょう。混ざったら薄力粉をふるってさっくりと混ぜていきます。そしたらサラダ油も加えツヤが出るまで混ぜていきましょう。次にフライパンに油を塗って中火で熱したら弱火でお玉2杯分の生地を乗せ蓋をして 4、5 分加熱します。電子レンジの場合は水少量を耐熱皿に入れてクッキングシートを置いたらお玉2杯分の生地を乗せて600ワットの電子レンジで2分加熱します。どちらの場合もラップをかけて半分に折って冷ましておきましょう。冷めたらホイップクリームとバナナを乗せてくるくると巻いていきます。そしたら冷蔵庫で冷やして完成です。いかがだったでしょうか。ありがとうございました。